はい、はい、どうも高田のババニア戦ミカドです。おはようございま す。さあ来ました、第5回5回なだと思うんだよな、多分5回、ナンバリング的には5回だと思うんだよね。ちょっとね、間に番外編とかも挟みましたけども、ナンバリングとして第5回クソ教育、94からやっていきたいと思います。はい、じゃああれですか、主催者のかなさんから。あ、じゃあちょっと、じゃあ始球式的な、あ、じゃあかなさん一言いただいた後、はい、はい、久しぶりですけども、かなさん、ね、今日よさくさんの生誕祭ということで、そうですね、今日誕生日プレゼントを、あ、なんか持ってきてくれた、よさくさんに誕生日プレゼントを持ってきたんで、受け取ってください、領収書です。せっこもんの領収書ですね。与作さん後で払っといてください。はい。ね、そしたら、まあ久々ですよ、かなさん、はい、ね。やっちゃいます、久々な。チュートリアル見せますか。できるか分かんないんですけど、ちょっと芸術点を上げに。やりますか。はい、じゃあ芸術点の高いプレーちょっと見せてくれるということで。やっぱですね、クソ教育、審査員の心象と芸術点、主にこの2点で競われるんですけども、本当に。キャラ何がいいですか。何でもいいですか。はい、じゃあちょっとね、こういった演技をすると、演技ってなんで、ああこういったプレーをすると、非常に審査員の心象がいい、はい、芸術の高いプレー、あー、いいですね、ダイモン、今回シングル戦でダイモン、はい、さあじゃあちょっと相手デックになってもらって、ジャックポンから、おっと、ジャックポンから、おっと、投げを入れていく、さあここから、あー、いいですね、あー、いいですね、さあ2回転して、カーッとから振ってからの拾っていく、これで、あー、さあ転んだんだ、この後、あー、あー、いいですね、いいですね、いいです、いいです、一回ちょっと着地失敗して転んだけど、そこから持ち直して最後フィニッシュも決める、まだ続いてる、いい、こういうことなんですよ、こういうことです。じゃあこういうのでもう一回、そうホワイトアウトのところでやってもらうと、ちょっとそうですね、多分完走できないかチャンスがねないですね、さあここからの回転して、さあ飛んで回転して、ここからのトリプルループ、ウルツのトーループいけんのか、あー、あー、難しいですね、羽生結弦にはまだ追い、あー、決まった、これは美しい、終わってるのに美しい、輝いてるよダイモン、ふんって、いや何から、いい、いい、はい、こういうのが素晴らしいです、こういうのが芸術源が高いと、さすがにやりよるな、かな。皆さん、このようなプレーが非常に芸術性高いです、今のすべてつなげたら、羽生結弦を超えます、羽生結弦とは何だったのかという、何だったのかです、まあ、こんなゲームです、はい、ざっくり言うとやっていきましょう、はい、じゃあいきますよ、じゃあ1回戦第1試合、竹谷対ケイム、いきましょう、ワンピーガーがケイム、ツーピーガーが竹谷、さあいくぞ、さあ、今回シングルモードになっていますからね、チームを選んだと1人1いらねえだろみたいな感じでね、さあ誰だ、チームが、いいですね、いいチームですよ、これね、いいチームというか、いい、いいキャラ、ヘリー対ダイモン、さあダイモンは先ほどの投げのエーパーを狙っていきたいところですね、キャンセルから投げるだけでお前の勝ちだと、対するテリー、強パンが当たればお前の勝ちだ、シンプルですね、さあ、さあバンナックル、まあ、何が当たっても即死ですからね、この2人、ああ、もう今死んでます、今、危ない、もうね、ああ、これは、A パーにはいけないか、さあ、避けてからの、これはいったか、はい、決めて、狙いに行きました、狙っていきましたね、はい、そういう意識が、意識が重要ですね、ああいう前向きな選手は非常に審査員のポイントは高いです、高いです、ああ、危ない、さあ、クソめくり、ガードして、さあ、飛んで、そうです。おい、ケイム飛び込みから強パンしか狙ってないやつを思ってるあなた、正解です。だからね、チャンコーハンとか強パンネイル高いって言いますけど、テリーのが高いんだよ、死ぬからっていう。さあっと投げていく。危ないよ、あと4人ね、ここは前の中、さあ、意外と普通な試合が繰り広げられてるが、どうだ、あ、ジャックパンから固めて、いったか、いっちゃったか、いっちゃったか、あー、ゲームシーも特にいいとこ出しだ。竹谷勝利。見なかったですね。竹谷勝利おめでとう。じゃあ次行きましょう。死にかけたいデブ、いいですね。いいですね。死にかけさん大体いつも最初強豪と当たってなんか死ぬっていう。確かね、俺の遠い記憶だと前回の2000の時も慎吾さんに当たって
なんか空中浮遊で2ラウンドとも死んだ覚えがあるんですよ。キャラ毎回変えていいですよ。宇宙浮遊は守る。はい、シングルで毎回キャラ変え OK です。もう被せとかあの先決めとか全部あの、はい、じゃんけんの時に決めてください。はい、ワンピン側デーブ95勢94も当然強い。さあそして、最近新サムで、Z ガーをずっと使っている死にかせどれどれってやめてもらっていいですか。A ボタンが弱切りで中キックがみたいな。あキング、いいキャラ選んでます。竹谷に騙されましたね今。しゃがみしい、しゃがみしい、しゃがみしい、はい、それ対空、対空、それズイガーの強パン。あいいですね。いい、いいです。あのデブさん、相手のことは気にしないでいいんで、コンボ、なんかトレモだと思ってやっちゃっていいんで。さあ、ラウンド2すいません、とりあえずイリュージョンナースのコマンド押してるのやめてもらっていいですか。どっち向いてんの。危ない危ない。はい、消失だー。やったー。皆さん、今の対戦ですからね。対戦です。これもじゃないですよ。勝ったのはデブ、強い、絶対に強い。じゃあ次、あ、いいですね、予作対ジョニキ、いくぞ。いやーいいですね。また死にかけさんがキングってキャラ選んでるのがいいですね。さあ予作誕生日で何歳になったの。439、ちょ何言ってか分かんないですね。さあ 1P が予作、 2P がジョニキ。さあ予作は昔から好きだった誰だ、ハイデルかラルフか、どっちだ、ハイデル。そしてジョニキも当然昔、いい。お前レズチームじゃねえじゃねえか。お前何言ってんだ、お前バカか、お前レズだろうって。いや何言ってか分かんないですね、ちょっと。さあ、もうそれよさかあとラインでいいよ。中田商店対決。さあ、よさかの攻撃先でもあれ500円だからね、気をつけて。さあ、何色って言ったらいいの。どっち今空振って仕込んでる方がよさくです。これ解除されましたね。解除されました。食らったら解除です。スカッて今仕込んだ。あれでも仕込んでも 2P 側ってあんま減らないんだよ確かね。 1P 側じゃん。予測分かってんだお前、 1P 取ったな。だから 1P 取ってんですね。ジョニキお前知ってたのか、騙されてるぞお前。さあ、ただ予測が今赤くなっている。今シャコって今あれ仕込んでるよね。今仕込んでくらいましたよね。今仕込みぐらいがあるよ。これラウンド持ち越すはずだから。ジョニキ気をつけてね、開幕。あ、これも大丈夫ですね、解除されましたね。9号でもなんか仕込み確かなんかあるんだよな、ルガールとかそういうのな、なんかうろ覚えだけど。さあ、ここ落ち攻め、わかんないけど投げていく。ジョーパンからまだ生きてる。後ろめくりからの、ここは投げ。さあ、予作耐えるグリードからの何色っていうの、この深緑色っぽい方が予作。どんなんだよ今の。これが予作です。黄色い方が予作。黄色い方か、こっちが予作、今勝ってる方。で、緑色のワンピーカラーが、ジョイチですね。さあ、ここあれ好きねえな。さあ、ジャクジャク固めて。さあ、ここで、おお、ちょっと今危険な避け方しましたね、下手したら食らってましたよ。さあ、地味な削り合い。さあ、今マックスになってるのが、あ、お互いマックスになりましたね。さあ、ここで飛び込んで投げで返していく。ここで落ち攻め、よくガードした。これを避けて大パンからのソンブリンガー。ああ、予測行ってしまうのか。ちょっとお互い印象ぶっぽいぞ。なんだ今の。あ、なんだ今の。なんか怪しいぞ今の。仕込み垂直ジャンプジャックキックですね。全く意味ないですね。さあ、ここでじっくり。ああ、時間がないよ。あ、さあ、ジョニキ、ジョニキ殺せ。予測しねー。予測が勝ってしまう。勝ったのは予測。ちくしょう。じゃあ次行きましょう。予策対周平。予策よ。あの今回予策が、予策と予策がいます。アルファベットで予策って誰でしょうね。わかりませんけど。あ、周平さんいた。予策さん。予策さん。予策さん。予策お前だったのか。知ってた。あ、キャビブンさん間に合いましたね。さあ、じゃあ行きましょう。 1P 側ヨサク、そして 2P 側シュヘイ。
あの周平さん、あの何かあったらさっき試合終わった方の予策殴っていいんで、大パンはダメだけど予さパンは OK です。誕生日おめでとう、ドーン、ドーンで、ありです。ドッキリ大成功の時のね、そうそうそう、あの人みたいな感じですね。そう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 、ええ、あ、いいキャラですね、これね。 あ、いいですね、フライヤー、いいですよ、これ。お、そして、ヨサクはこれ、リョウを使ってますね。なんか普通に超強いと聞いた、このヨサクのこのリョウ。あれ、あれ、なんだ、できるぞ、ヨサク、ヨサク、ヨサク、あ、大丈夫、えるな、これ。 いいですね、シンプルなゲームになってきましたね。パワーマックスの大キックって減るんだなっていう。あ、ジャックから、ジャックから、あ、どうする、え、ピヨっちゃうの、やばいやばい、危ない危ない、壊すしかねえんじゃない、危ない危ない。そういえば94ってそんなゲームでしたね。おっと、何が通っていく、あれ、ちょっといい、いい勝負、避けて、頑張れ、カメラあるのか。あー、なんだなんだ、危ないぞ、あー、大足投げ、大空決めていく。私はカメラを許さない、まあ、そのセリフないですね、作中にない、あの前代ですね、前代の謎のセリフで、謎のセリフですね、さあ飛び込んで、そう、ヨサク、はい、すいません、ガンマッチするのやめてもらっていいですか、ヨサクさん、すいません、ええ何してんの、あ、何やった、あ、何してんの、何ですかそれ、ちょっと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 、何やってんの、ヨサク、何今の、え、何今の、何今の、何今の、後で聞こう、後で聞こう、おう、あの周平さん、あの予策を殴る準備ができてる、これ殴ってもよかったですよ、 あるよ、ここから勝利を返していく、しっかり出せる、あ、めくりゴードして、すげえ、めくって、なに、おー、なにさっきの、え、無敵知ってるよ、見ればわかるよそういう話じゃねえや、なにあれ、な、何被害無敵なの、なに、なにあんなの、もっとやって、いやー、いいです、あ、じゃあビブさん来たから、空城九太郎対ビブン行きましょうか、何あれ、いや、いいですね、もう、何、いろいろあるじゃん、でも伝わりづらいからちょっと芸術点は低いですね、ちょっと低いですね、何ガンマチして、えっみたいな、やっぱね、あの教育シリーズのこのしれっと無敵ってのはよくある、あ、いいですよね、いいですね、 なんで待ってるんだこいつはって言って、はい、はい、じゃあ行きましょう、ワンピー側 B 分、今回はアテナのおしっこを飲んでいく、そして空城九太郎、選んだキャラ何だったか見てなかった、リョウですね、リョウ、まあ、使いやすいことでね、超強いこのリョウですけども、さあどうなっていくか、はい、頑張るってやつですね、頑張るってやつですね、サイコボール2個出せんだっけこれ、まあ、バックステーしてキャンセルとかなんか、そんなのか、ゴーディアもできるの、あ、普通に出せるか、いいですね、いいですね、あ、パオかな、ラフェイクサローから、ジャクジャク、あ、普通にこれはなんか何気にアテナは結構きつそうに見えますね、今のちょっとしたムーブでもうなんかあれこの組み合わせ結構厳しいじゃんっていう感じが、やっぱサイコソードって重要だったんだなって思わせる、あーっとこれ、さあこの砲台モードだけでいけるのか、でも空中攻撃ですから、これで勝利間に合いそうだったな今でも、ああちょっとどうなるんだ、さあどっから、さあ逃げていく、あーこれ、あ、時間使ってます、ライン逃げ、見たか、これがストリートファイターだ、ビヨンさんがやるっていうのは珍しいですね、狙ってましたね、はい、狙ってましたね、ついに予策に魂を打っていく、さあここ投げてああいいですね、狙ってますね、サクタク、さあサイコボール、サイコボール、これもうビヨンさん逃げるってこと分かりましたからね、はい、もう今時間切れになってますよこれこれ近づいてきたらもう、あ、おーめくりからの、お、繋がってる、できる、気合いキャン今のやる、気合いキャンですか今の、あ、対策する、さあからの強パン、反角ガードされていた、あ、ここは踏んでしまう、時間もない、さあそろそろ予策ムーブの時間か、あー挑発で煽っていく、あーここもリュークラムが、イクサロー、イクサロー避けて、あー寒い寒いな、三角飛び、それが強い、どうだこれがプリキュアだ、寒いですねプリキュアね、いやー極寒の動き、身分勝利おめでとうじゃあ、ただの M 過去借りたい、先行きましょう、さあついに参戦ただの M 極寒でしたね、あー、まあいやー
非常にね熱い試合の後凍えるような寒い試合でしたけども、でそんなビブンさんの次の相手はデブさんということで、そうですね、ただの M 一体誰なんだ、ただの M って言ってんだろうっていうね。さあ、ワンピガーさき、いつも通りイギリスチーム、そして当然のようにキングを使っていく、そしてただの M キャラ愛だけは誰にも負けないチャンコハン、これはなんかギャラリーから絶望的だってやめてくれ、チャンのさ、ジャックパンよりもさ向こうの強キックの方が出早いよね多分。あ、これ大丈夫なんですか、大丈夫ですかこのゲーム、あ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 、え、あ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 、ガイアカーもう辛い、ガイアカーはもうやめてくれ、やめるんだって、タオルが、タオルがもうみんな投げ込まれようとしている、開始10秒でタオルの嵐でしたね、今ね、やめてくれっつ、あ、これチャン負けたらただのチャンが負けたらただの M ができるんだろ、それはどうなの勝ったらじゃねえんだ、ただの M さん見てますか、あなたはデッキにかかってますよもう一回も来てないのに、いや違う、ただの M さんはね、前回ダメディアさんを暗躍のデッキにしたトンカツさんにね、チャンコハンで勝って、あ、これで、あ、あ、そんなただの M、 あ、勝ったのはさにただの M デッキン、おめでとう、なぜだ、なぜ負けたのにデッキンなんだ、KO 風情のこのデッキンがね多すぎる、やめてくださいデキン勢が出来上がってしまいます、やめてください、まあタドネムさんここにいないのがいけないそうです、いればそんなことなかった、いないあなたが悪いんです、隙を見せましたね、KO 風情隙を見せていけない、じゃあガクとタケヤ、はい、ガクタケヤ行きましょう、さあ1回戦シードだったガク、ここで満を持して登場、94絶対王者のガクこれ いつか98でいなくなるぞ、98でいなくなるいなくなるぞこれ、だからもうデキンにする人が大体いなくなったらしょうがねえな、キッコさんにするかって大体ね、だんだんね、だんだん初期さんにするかとか来たことねえだろってズネさんかなみたいな感じでどんどん KO 風情がデキンになっていくズネさん割と来るからね、あ、来る来る割と来るんで前も出たことあるもんねこれね、さあ行きましょう、 1P 側がアーク、そして 2P 側タケヤン、おっと持ち合いではタクモを使っていましたが今回ロバート、さあ前回の94のねクソ KO 大会でもロバートであの鮮やかなね10割コンボで3人抜きしたのが印象深かったですね、さあこうめくり見えないが非常には繋がっていない、中断あーっとだがキャンセルではないから AQ ではないぞ、さあここ1攻め避けて中断で逃げていく、お、割といい勝負だ、さあここあーっとおーあるぞーっとーここはタケヤン決めていく、さあしっかりダッシュで煽りも忘れない、さあガク、まさかの追い詰められた、絶対王者としてここで負けるわけにはいかない、対するタケヤンもね、あのポリサムでは絶対王者ですからね、大変ですね、94勢対ポリサム勢の宿命の戦いですよ、なんでだって話なんですけど、さあジャック刻んで、さあ中段も読んでいる、ジャックジャックからの強パン、つながったがキャンセルはできない、勝利落として追い詰め、見えねえ、どっち向いてんのダイモン、しっかりとコンボ決めていく、まあしょうがないね、竹谷ね、しょうがなかったね、まだ1ラウンドあるよっていうねさあ、アフトバッチ落として強パン、ここは食らわない、イエシプ、弱強入れ替え、連続カードです、イエシプ抜けて逆からイエシプに行く、あ、入ってしまった、落ち攻め、見えていたか、さあ、しっかりと ABC、ニフレイラーに D だっけ、なんかそんな、あ、この中4は違うのか、ABCD 同時でいいんだっけ、なんかそんなでした、忘れた、さあ固めて、あー何が入る、あ、超飛だ、あ、超飛の方、地獄極楽なんとか落とし、なんとかいらねえよってね、はい、俺は鍵があるぞ、 あるんじゃないの、まさかの格さんが死んでしまうのか、あるぞ、あー決めた、格死亡、勝ったのはタゲヤン、大金星、絶対王者進出、さすがにやりよるな、いいよ、ダイモンのナチュラルな煽り、お、ガクさんが落ちる、来ましたね、盛り上がってきました、じゃあ行きましょう、デブ対ビブン、デブ、ビブン、行きましょう、いやー、これは来てしまいましたよ、いいです、タケヤンすごいですね、タケヤン決めました、やっぱポリスさんもやってると休養もできるっていうね、そういうとこですよ、
いやいいですね。さあ 1P が微分で 2P 側がデブさんですね。なんか普通になんかリバサダでね天地返しに決めたら死んだみたいな感じでよかったですからね。最後裏投げみたいな、裏投げみたいな、わーって ただの投げですよけど、いいです、まあ、そういうのがいいですやっぱりね、それでも十分太刀打ちできるということを証明してくれた。キャラが変わりましたね。変わりましたね。さあ微分さんは色が変わっただけのおしっこ勢、そしてあキャラ変えてきましたね、おキングの強さを見せてくれるのか逆から。リムンさんもこれおしっこの色変わってますからね、どんな味になっているのか、この寒い逃げがまたあるのか。ジャックからさあリードし、あこれなんだか大き攻めはまずいよ、端っこはまずい、あいいですね、このこれなんか聞いたことあるんですけど、これ繋がってるんですよ。これ繋がってるの、繋がるんです。でなんかしかも今一瞬避けたじゃないですか、避けてもあ、そこジャッカルはね、ジャッカルはそう、ベノムから強キックベノムがまた行っちゃうんでしょ。そうそう、そこで、なんかあの攻撃先しても投げがかくったりするんだよね、確かね。そうもうあの、ハメです。あ、要はハメです。要するにハメです。要はハメです。あの、怖いお兄ちゃんに便所連れてかれるやつ、ね、そうなんだ今のハメかよみたいな、何やってんだ坊主、なんだおい、あのね、パラディウスができねえじゃねえかってやつですね。ドガーンつって、おっとビブンかく乱していく。ただ体力的には光り輝くおしっこはどうなんだ、投げて、さあここ消失入れ替えはちょっとできなかった。ここでお互いゲージマックス、残り10秒、ジャック刺さってトルネードキック、これは致命傷になったか。最後ちゃんと挑発、挑発さ、まあなんかそれ出てましたね。さあ勝ったのはデブ、さすが強い。じゃあ、あ、いいですね、予策対予策いきましょう。予策対予策、宿命の対決来ましたね。さあ 1P 側漢字の予策、 2P 側アルファベットの予策。漢字、おっとここで韓国全一見せていく、え、ちょい対決、すいません、あの事前に打ち合わせするのやめてもらっていいですか。ちょい前2でしょ、前2が 1P で前1が 2P 側でしょ。さあちょい対決、青い方が予策ですね、緑の方が予策、予策です、アルファベットの方です。すいません、あのどうでもいい対戦するのやめてもらっていいですか。熱いか、これはサキさん、この試合のポイントは疾風山ウッキーを強でやると、あれを強しか無敵がない、弱は無敵がない、なるほど、連続技は、あ、それは知ってるかどうか、なるほど、あ、まずは予策が、予策がまあいろいろ仕込んでると、そう、ええ、いろいろやってるんですね、いろいろやってる、あまりわからない、まあ、今日は解説陣もクソですからね、わかんないです、これはわかんないと、あーと、いいですね、あれ別に集団とかじゃないですよね、今のピヨンってあの爪、あれじゃないですよね、あれ中断って、あれが中断だったらもうちょっと評価違うと思うんでね、もうちょっとこいつかっこいい、あ強いと思いますよ、あーと、食らって離していく、台でしっかりと離して、あ今ジャックの無敵がない、これで台に、おーと一気に追いついたか、おなら三角飛び、なんか怪しいぞ、怪しい方でできる、ここは無敵がないのか、あー予策が取り返していく、あれ予策あるぞ、どっちの予策が勝つんだ、勝った方が予策全一です、いりませんそんな称号。さあ転がりすぎ、転がっても何もないですからね、ジャグで固めて、ここは反撃がない、くるくるっと回って、おーっと潰されていく、リードを奪っているのはワンピが予策、ジャグからのしっかりと気合いを決めていく、あ裏めくられた、ここは何もない、大逆とかないですよ。さあリードしてるのは、まさかの 2P 予策死亡、勝ったのはワンピの予策、予策お前今度から予策って名乗っていいよ、わかんない、じゃあいやサキさんでよかったの、どうぞ、ただの M は負けたからできんというどうでもいいルールでよりできんになりました。
そうね、優勝できなかったらできんだからしょうがないんで、サキさん対ヘベレケさん、それぐらいのね、こう背水の陣で挑んで見事散ってしまったので、もうここは潔くできんです、しょうがない。はい、全てにおいてクソ。そうです、クソの KOF。 、そもそもただの M さんが言い始めたのが悪いんだから、うん、これ勝ったらダメディア君を出禁してください。何言ってんだこの人と思ったから、ね、それちゃんと見てるダメディアも素晴らしいですね。そうそうそう、俺出禁になっちゃった。バカですね、本当にもう大好き。さあ行きましょう。 1P 側ヘビレケ、 2P 側サキ。おっと、さっきはキングだったんですけども、今回は前にキャラ替えですね。さあ、普段使っているイギリスチーム強い順に出していくんですかね。さあ対するヘビレケ、今回何か用事があって、あー、しっかりと3ヒット、ここからパンパン、あー、まあまあ十分です、十分です。もう男の2段があれば大丈夫です。あとは流れで、あと、これで、これでもリアルに結構厳しいんじゃないかな。昇竜マッチすれば、よくガードしたの、すげえ。ここで、わーっと中断、まあ、必要経費でしょうかね。さあ時間使い切りたいところ、相打ち OK。 さあまず1ラウンド目、キレスコンボから一気に畳みかけたヘベレケが取っていく。なんと94勢先、1ラウンド取られて追い詰められたが、ここでどうやっていくか、人生トリッキーな動きですね。強パン対決、そう、あの強パンが確か強いんだよ、思い出した。てか減るね、減る、うん、対空とか超強いんだよ、あんな外見なのに。ああ、ちゃんと対空でも使える。なんか大体のもの落とすって言ってた、確か。大体のもの、うん、へえ。さあ、避けて、あー、これはやばい、死んだか、はいはいはい、あ、まずい、まずい、これはさっきさんやばいですよ。ああヘベレケ、勝ったのはヘベレケ。なんとガクに続きサキも死亡。94勢大丈夫ですか、これはやばいぞ。さあベースト4、タケヤン対デブ。タケヤン、これガクさん倒したんだから、デブさん倒したらもうやばいよ、全員一だよ、全員一、94、95全員一なのっていいよ、まだ優勝してねえけど、やばいやばい。じゃあちょっと一回切りますね。やばいよ、デブさん今竹谷乗ってるからね、やばいよやばいよ。さあ行きましょう。 1P 側デブ、 2P 側竹谷。さあ今回何を選ぶのかな。竹谷はまあダイモンのままですかね。さあデブさん、今回はおっと、ロバートか、ロバートにしてきましたね。先ほどガクさんがロバートで同じくやられて、その敵を同じキャラロバートで撃とうというのか。さあメキシコステージで開幕。あー、何が入る、ここはノーキャンだったんでこれ入んないでしょう。これのジャックから、はい、ジャックで刻んでしっかりと打って、あのね、クソムーブ少なくないですかって言ってる人、あのね、分かってないだけです、あなたがすごいこといろいろやってます。ただそのいろんなことやってる人がタケヤンの前に散っていってるんです。そう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 バックジャンプ強盤とかに引っかかって死んでるんです。あの、普通のガードから投げるにやられてる。あの、これが今もうおかしいですからね、今なんで繋がってんのっていう話ですからね。あれ繋がりませんからね、普通言うと。今のもすごいですからね、今の。あのね、ただの上りジャンプ大キックに見えるけど、そう、ちょっと違う、ちょっと違うんですよ、あれ。もうまあでも本当はね、わかる、お前たちの言い方もわかる、はい、俺も見たい、エンパが見たいんだよ。でもそれができる人が、あれ、あ、これはタケヤン、あー、惜しい、惜しかった。ちょっと今氷が溶けかかってて滑っちゃいましたね、ええ、危なかった。ちょっとリンクの状態が、あーい、繋がってるよ、からの流行乱舞、かっこいい、決めていく、勝ったのはデブ。いや惜しかった、竹谷ちょっとねワンチャンあったけどね、危なかった。今あれカナさんだったら殺してましたね、危なかった危なかった。デブさん命拾い、はい、ヘベレケ対予策いきましょう。準決勝第1試合、はい、休養終わったらすぐ休校やります。エントリーの方よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。 1P 側ヘベレケ、そして 2P 側ヨサク。さあヘベレケ、まさかの先越えを果たしていった。対するヨサク、あ、また被せるんですか、被せ、被せ、すいませんよ、ヨサクさん、いや、ヨサク趣味が悪いですね。
ガロボーという予策というこのガロスペゼンのゴミなところですからね。本当に俺は天外魔境神殿勢だから違います。何面でも言います。あーピヨッ て予策ミスれミスターミスター。あーいやー実況の祈り通じるもんですね、いいですね。予策ミスれ、はい、このクッ、あー勝利普通ですね。すいません、予策ちょっと腹減ったから焼きそばパン買ってきて行ってきて、ちょっと金後で払うから。じゃあ俺ホットドッグマスタード抜きね。スパゲッティ入ってるやつな。さあ予算白い方が予算ですね。さあ強パンからの好転しっかりつなげて、ここは昇竜対抗していく。ヘビルケー危ない、ゼロ点はやばい。あこれは館林美晴にまた振られちゃうぞ。おあーいいですね、振られるのは回避しました。これで危なかった。もう少し私に勇気をくれると。あと予策さあ、あーなんか発動あるよ。ハオショコケここで予策を倒したいが上から、コケン来て勝ったのは予策。いやーやってしまった。普通じゃああっという間ですね。決勝戦いきましょう、はい、デブ対予策。さあ今までこうキャラかぶせてきた予策さんですけど、そうですね、予策は決勝は有利でしょ。これしかも決勝戦あれですね。じゃあ行きましょうか。 1P 側デブ、 2P 側予策。これ優勝者と予策の予策出禁をかけたマッチこの後やるんですけど、ええ、連戦になりますね。じゃあもしデブさん勝ったら、はい行きましょう。おっとクラークを選択、対する予策はキング。ユリじゃないですね。ユリじゃねえ、ユリ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 第4期始まっちゃう。あ、いいですね。さあ、からの誰だ、年の強子なのか、こいつは。さあ、パナシのアロークになってしっかりガードしている。あ、あ、あイリュージョンナス、パナシただけ、思わずバレる、死ねよの声。予策予策パナシ裏表をやった主張してますけど、たまたまでしょ、たまたまできた、僕にもできた。うぜーデブさんが心の底からうぜーって言ってます。見てない予策が反弱になって久々ですね。デブさんの予策が勝ってしまったら面白くない。あーこれはこれ見えてんのか。さあこれさあデブさん頑張ってほしい。予策からのどうせトルネキックでしょ。いや、こかしたからの固めた、投げた。さあ、ここを一攻め、一気に行きたいところ見えるか、見えていた、避けてトルネキックでしょ。ああやると思ったら、やっぱり出していた。優勝してしまったのは予策。しょうがない、おめでとう。いやー言葉通りですよ、どういうことって。じゃあ予策出禁をかけてデブさんとチーム戦やります。じゃあまず優勝コメントもらおうか。予策なんだよお前、優勝すんなよお前。なんだおかしくね。いやでもね、まあ、最後デブさん倒したからすごかったけど、今日ちょっとガクさんともサシさんともやってないからね。いや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 、誰と当たっても俺は勝ってたよ。誰と当たっても勝ってた、嘘でしょ。みんな忘れてると思うんだけど、うん、ディフェンディングチャンピオンです私は。なんつったディフェンディングチャンピオン。あ、オーケーオーケーオーケー。94とか95の大会はほら平日で俺来れないから、あんまりこう出てなかったけど。オーケーオーケーオーケー。予測出禁をかけて、じゃあ最後の一戦やりましょうか。相手誰指名する？デブさんでいい？じゃあデブさんチーム戦、あの予測出禁かかってるんで、あデブさん失うもの何もないです。さあ予測勝たないと出禁です。うるせえ黙ってやれ。さあ予策誕生日記念、もう本当は優勝できなかった時用のねスペシャルシートなんだけど、優勝してもやります。さあ行きましょう、今度はチーム戦。さあこれに勝って予策本当の意味でデブさんを超えることができるのか、真の決勝戦が今から始まります。さあ今回はイタリアチーム対イギリスチームですね。さあ状態ユリ、まあそうですね、シングル戦だとまず見ないような2人ですね。さあここやはりね、シングル戦では最強の名を一部で上がっているこのテリーをね
要するこのイタリアチーム、対するキングもね、当然その最強の一角、非常に強いチームとはなっていますが、ここでどうなるか。おっと、ここで何へ通していく。あー、見えない下段。さあ、季節して巻き起こる予策シネコール、予策、みんなお前応援してる、予策頑張れ、死ねー予策、届いてくれこの声、みんなの声が届いたぞ。まずは予策、一人死んでいく、予策、みんなの思いが予策を殺します。みんな、この動画を見てるみんな、パソコンの前でペンライト振ってくれ。ない、あ、ピオラない、ちょっと足りなかった、これで、ね、危ない、予策、再び巻き起こる予策シネコール。さあ、クソ中断で、ここはジョーが3人抜きも見える、タイガーキック見えている。さあ、ここでやはり予策、あーっとデブさんの壁はやはり熱いのか。さあ、だがここでキング、メインキャラと言ってもいいでしょう、このキングが出てきた。まずは1人目のジョーを倒したいところだが、ここで避けて投げが入る、ギリギリ硬直だったのか。さあ、トロネキック逃げていく、上からかぶせる、飛んで、ここは避ける、空からかくか。さあ、予測できんので後がない状態、リーチがかかってる状態、トロネキックパラして、まさかの三立てが見えてきて、何これも間に合わない、うお、減りすぎだろ今の、超減った。さあ、ようやくと言っていいか、1人目を潰した、そして出てくる2人目、アンディ、アンディ対キング。さあ、ここは見えない、吹っ飛ばし、熱いからの、あーっと、ここでタメキャンがあれば死んでいたが、イリュージョンナス、ここで盛り返していく、減るな、おい、まだ分からないか、分かるけどね。さあ、それでうまい、今のは、あーい、逃げジャンプキック、勝ったのはデブ、予測デキン、おめでとう。いやー、じゃあデキンになった予測さんに一言いただきますか。これに懲りて戦いには首をつかむな、お前は、バカか、お前。いやー、予測さんデキンとなりました。皆さん、短い間でしたけどありがとうございました。この後9597ありますけど、デキンなんて出られません。すみません、今から群馬の方に帰らせていただきたいと思います。ありがとうございました。いや、でも頑張ったじゃん、盛り上げたじゃん、クソゲー。いや、じゃあ最後に勝った人が強いんで、いやいやいや、頑張ったとかいいんで、優勝じゃあそういうチャンピオン、そういうんじゃないん、チャンピオンをデキンってどうなの。チャンピオンはデブさんだもんだって。いやいやいや、あれはええじゃあニコニコでアンケート取ってもいいんだ。デキンデキンデキン 100% に決まってんじゃん。まあね、そんなね、予策ですけどもね、ありがとう、今日はね、僕の誕生日をね、お祝いするためにわざわざね来てくださって本当にありがとうございます。いや、そういうんじゃないんですけど。え、嘘、そういうんじゃない。みんな俺の誕生日祝いに来たんだよね。違います、誰も見てね、こっち誰も聞いてね、みんな目をもう合わせない、みんな目をそらして、どうでもいい、まあどうでもいいと。まあでも優勝はね、そうだったね、まあ優勝は優勝だから、できんだけどね。まあ9号もね、サクッと優勝して、あ、そうか、9号もお前気が強いからな。どうせパナスだろう。そう、パナス、パナス、オメガルガールだろ、そう、バカが、分かってるよ。誰かオメガルガール出して。はい、じゃあ予策ね、3連覇あるかもしれないで、頑張ってください。ありがとうございます。はい、予策優勝おめでとう。はい、出来もおめでとう。はい、じゃあ第1種目9-4が終わりました。優勝は予策、出来も予策です。あと、ただの M さんも出来んです。切り替え次第9-5やります。9-5出たい方ね、まだエントリー受け付けてるんで、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとこれで配信切りますね。Bye.